はい、こんにちは、トレーナーつぼいです。今回は大根ゆうまさんとトレーニングしてきました。お尻と背中をトレーニングしてるんで、よかったらやってみてください。結構ね、コツがいるというか、腰で持ち上げちゃったりとかする方が多いので、腰に負担がかからないように、うまくね、ポイントをついて、やってみてもらえたら、フィットネスクラブでね、多分できるトレーニングだと思うので、よかったら見ていってください。そしたら行きましょう。今週の大根ゆうまさんです。どうぞ。はい、そしたら、お尻です。いきます。お尻と背中、はい、いきます。これ10キロ、はい、と下に20キロ、はい、あるので、まず10キロの方を先渡すので、はい、これ乗ってもらって、はい、で胸に抱えてもらったら、お尻を締めると上体上がってくるんですよ。はい、でゆっくり降りて、お尻締めたまま、はい、ちょっとだけ抜いて、お尻を締めると勝手に上がってくるので、はい、これ以上いくと腰しんどくなるので、はい、体一直線のところまでお尻で持ってきて、はい、でゆっくり降りる。これを10回やったら、これを離してもらって、はい、これ握ります、はい、で親指外した状態で、はい、お尻でもう一回一直線まで、はい、で脇締めて、はい、背中の、はい、トレーニング。お尻と広背筋が筋膜でつながっていくので、はい、両方同時に攻めると消費カロリーもグッと上がってくるので、やみやがりにちょうどいいと思います。これを、10回と背中のやつ15回。これ10回と15回。はい。3セットいきましょう。で、足が上に引っ掛けてください。はい、そうです。で、まず、そう、掴んでもらって、はい、一回ダラッとしてもらったら、お尻締めます。はい。と上がってくるので、で、ゆっくり降ります。はい、2、そう、もうちょっとゆっくり、そう、降りて、で、4、で、ゆっくり降ります。そう。はい、5。一回軽く抜く感じですね。6でもっと 下まで、そう、ここから伸ばしてから縮める。8、はい、9、はい、10で置いて、でお尻でまず持ち上げます。はい、そう、でそこから1、そう、はい、2、3、4、もうちょっとお尻締めます。はい、5、3、6、7、よし、9、10、OK、よろしくお願いします。ケツ痛ケツ痛これめちゃめちゃきます。ケツ痛っこれはやばいな。これケツやったら次ほんまね、漏れそうなるんですよねケツに力入らないんでそのぐらいいくんからな。これね、このマシンは、はい、これね、横の腹筋とかもできるんですけど、はいはい、これはい、お尻も横の腹筋も、はい、みんな嫌がりますね。これでしょ。これはほんまにしんどい。めっちゃしんどいし、ちょっと YouTube 的にいけるかわかんないですけど、漏れそうなんですよ次の日言うたらもう踏ん張らなかったんですよ、ケツが。ああ、なるほどね。お尻筋肉痛の時って座り心地悪いですよね。めっちゃやばいです。フィットするとこがなくなるんで、車移動なんで、はいはい、上がる、シートに上がるのしんどいですね。この前のも肩はやばかった。あれも僕動画見ましたけど、伝わってたしんどさ。俺がただただ苦しそうで、なんかだんだん重り下げられてる感じだけど、やってほしいなと思って、どんだけ力ある、なんか。ちょいちょい、俺の時結構ガッツリ系のトレーニングのしてるんで、はい、ちょいちょいね、いろんな人を乗せていったときに、自宅で見ながらできるシリーズも、あ、いいですね、ちょっとやっていこうかなと。そうですね、みんなチャレンジしてほしいですね、正直。そうですね。ほんまに俺がなんかただただひ弱いやつ、まあ、小森が来たときは、俺がちゃんとできてるのは伝わったと思うんですけど、一、はいはい、人のときはね、大喜利やってると思っておるからな、みんな絶対。小森さんのファンの方ね、はいはい、めっちゃ見てくれてて、はいはいはい、コメント結構多かったんですよね。ですね、なんか。あんま露出がないんですかね、YouTube とかでも。ないですね。だから、そう、見に来てくれてて、めちゃめちゃありがたいですよね。
そうか、僕はまだ生歌聞いてないんですよ。そうですね、 YouTube とか CD とかで綺麗な声聞いてるんですけど、生のはい、まだなんですよ。まあ、まあいいっすよ。ファンの方からしたら生の声を先に聞いてるじゃないですか。そうですね。だからちょっとギャップ、僕からしたら あの小堀さんがあの CD とか YouTube であの綺麗な声になるんや。でしつよね。普通に喋ってる時はあんな感じじゃないですもんね。そうそうなんですよ。すごいプロすごいな。確かに結構ほんまもう一線ですよ、小堀は。第一線です、あの子は。いや、あの声はね、カノマさんも小堀さんの声好きって言ってました。慣れるんやったらあの声出してみたいって言ってました。カノちゃんはカノちゃんでね、いい声なんですけども、あの人だと歌詞やばいですね。歌詞いいっすね。歌詞が、うん、やっぱりこう結婚して変わったな、カノちゃん。歌詞いい、いい歌作るようになったな、重みがね。はい、そしたらピンセットでいきます。よいしょ、はい、ここでもうちょっと下げてください。ここからいきます。せーの、1、あ、ですね、はい、2、そうそうそう、これでストレッチかけて、で縮めやすい、そう、4、5、そう、はい、6、ゆっくり下ります、はい、7、ゆっくり、そう、はい、8、そうそう、はい、9、はい、10、 OK、 この時点です。寄せます、1、2、3、はい、ですね、4、5、そう、こっち頑張る、6、7、8、9、 OK、 あとに攻めていきますね。お尻と背中を鍛えれると、単純に言ったら、まあ、めちゃめちゃざっくり言ったら、後ろが引き締まってくるんで、背筋伸びやすくなるんですよ。いや、そうですね。めちゃめちゃ単純な理屈で言ったら。僕もコールのね、姿勢悪いんですよね。うん、だから、多分背筋と背筋、ケツ。野球やってる時、ケツめっちゃでかかったんですけどね、俺。やっぱり、だんだん仕込んでいく。そうですね。うん。使わなくなると。ね。僕も野球の時そう、まだ大きい方です。でかいと思いますよ、全然。やっぱもう一回やでかかったんですよ、うん、野球選手ケツでかないですよね、完全に。でもあれを女性の人は野球選手のお尻をみっともないと思ってるのか、僕いつもそれ気になってて。ああ、どうなの。俺はでも野球やってる時いい尻してるなって言われましたけどね。そうでしょ、うん、で、あの足の速い人とかってちょっとスマートじゃないですか、はい、イチロー選手みたいな。確かに細いですよね。そういう人からは羨ましいって毎回言われるんですよ、はいはい、それそのお尻欲しいって言われるんですけど、これ女子受けはどうなんやろずっと疑問で、いまだに聞けてないです。コメントください。ケツケツケツコメント、プリケツってやつ。この YouTube にコメント書いてください。お待ちしてます。プリケツありかなしから、なしってなるから。プリンとしてるかどうかその人にありますけど、そのね、よりますけど。確かに、まあ、閉まってるか、まあ、閉まってるほうがいいですよね。確かに女性とかだってこういうトレーニング来るときほぼケツで来るでしょ。あ、そう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 、ね、うん、絶対モデルの人とか。そう、まずはお尻どうにかしてください、うん、って言ってますね。そう、はい、ラストいきます。しゃ、はい、いきます、せーの、1、そう、腰に、はい、2、はい、3、4、はい、5、6、そう、7、8、です、はい、9、はい、ラスト、10、はい、15いきます、せーの、1、もうちょっとお尻で上げてください、2、そう、そこ、1、3、4、5、6、7、8、9、はい、10、あと5回頑張る、1、2、3、締めます、3、しっかりそう、 OK、 あと締めます、ケツいた、ケツいた。じゃあちょっと休憩して上半身やって、はい、筋肉ましょうか。これケツいた、ジョッキーになりますわこれ。